今日は僕のおすすめのお店、煮込みというお店を紹介したいと思います。おすすめのメニューはもつ煮込みです。他にもたくさんのメニューがありますが、締めのおっぱいチャーハンもおすすめです。ぜひ行かれてみてください。